はいさい、今回は豊見城にあるオリオンエコチュラサンビーチに来ています。今日の沖縄、見ての通りめちゃくちゃ晴れているんですが、めちゃくちゃって言ってもあれか、雲があってね、晴れてはいるんですが、海沿いということで結構な風が吹いててね、もしかしたら切り音がね、ボー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 入ってるかもしれないんですがっていう話をしていると、空港が近いんで飛行機がちょうどねやってきますね。本当にね、那覇空港が近いんで、ANA って書いてましたね。もうね、あの飛行機が向かってるところに那覇空港があるんで、ほんと真上を飛んでね着陸する感じなんですよ。だから頻繁にジェット機のね騒音がねあったりするビーチなんですが、ロケーションは本当最高なんですよね。今日もやっぱ風がね気になるので、再生した時にどんな感じで聞こえてるかちょっと、ね、心配ですね。ちなみに今日9月の30日の最終日で、おそらくその影響を受けての数だと思います。ちょっとね、どのくらい風が吹いているのか私は、時刻は9時ちょい過ぎなんで、まだね、はい、そんなにね高い位置にはないんですが、風さえなかったらね、波の音とかも結構綺麗に聞こえたりそうなんですが、しかもね、台風が近くにあって、結構うるさいな。向かい風は特に、もしかしたら今全然声が聞こえてないかもしれないな。味わうことができますね。風のね音が本当にどんな感じか、気になるところなんですが、もうね歩くしかないし仕方ないね。ですよ、まあ、もしかしたらね YouTube アップするタイミングがね何日か後で、もう1週間ぐらいで10月が経って1週間が経ってるかもしれないんですが、ね、現在の10月といえばね、しっかり秋だから寒くなってきてて、冬が近づくのかな。Yeah.
景色ですね。ね、明日から緊急事態宣言解除するということなので、おそらく13日まで入院禁止状態で、明日からもし遊泳ができるなら緊急のピッチでね、タオルだけ申し出てきたので設置作業を行ってしまいます。キュッ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 。なんかわかんないね。あ、へえねえな。同じ。へえねえでしたね。先ほどと同じの。あ、外海も青く綺麗だ。いいっすね。で、また風の音がうるさいか。風の音が半端ないね。やっぱり予想通り9月30日、現在はね遊泳できない感じですね。明日からもしかしたら明日から作業が始まるのかちょっとその辺わかんないんですが、それでも綺麗だね、本当に。はい、というわけで今回はね、トメグスクのオリオンチュラさん、オリオンエコチュラさんビーチか、ちょっと風向きが悪いから風が当たらないし、今回は、トミグスクにあるオリオンエコチュラさんビーチからお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね。バイバーイ。